始めましょうか。準備はいいかしら。続いてくれ。ついてきな。続きなさい。Thank you.
ついてきな。終わらせてみせる。絶対に。まあ、こんなところか。あんたたちやるね。正直助かっちゃった。お嬢ちゃんもな。あんたも口だけじゃないみたいだね。うるさいな。ほっといてくれよ。なんでこいつこんなに可愛くないの？ちょいとばかり人見知りが激しくてね。慣れない相手だとつい憎まれ口を聞いちまって、それが困りもんでさ。勝手なこと言うなよ。慣れ慣れしくするやつが嫌いなだけだ。なんだって？もういい加減にしなさい。どうしてあなたはいつもそうなの？親父たちと違うって言いたいのか？あいつらなんてただの偽善者だろ。僕はこの世界になんてこれっぽっちも興味がない。どうでもいいことのために命なんてかけられるか。ちょっと待ちなさい。放っておけ。でも言って聞くなら、ああなってはいまい。今は放っておくのが一番だ。そうかもしれないけど、なんだか訳ありみたいだね。気を悪くしないでくれ。あれも数奇な定めを背負っていてな。根は優しく正義感の強いものなのだが、それがかえってあやつを追い詰めることになってしまった。ふーん。突っ込んだことは聞かないけどさ、いろいろと苦労してるみたいだね。そうでもないさ。これはこれで楽しかったりするんでね。それはいいとして、あいつテナドスの方へ歩いて行ったけど何か用？ここ最近アルピューヨを見かけたりしなかったか？ああ、アルピューヨに会いたいんだ。ここは通らなかったんじゃないかな。多分、空の上。だよな。飛べるのにわざわざ歩いてなんて行くわけないか。あんたたち、アルピューヨに会いたいの？正確に申しますと、ハルピーヤさんがご存知だと思われるマルフィールの実についてですわ。マルフィールの実ねえ。何か知ってるのか？私も話でしか聞いたことないな。でもでも興味はあったんだ。あんたたちなんだか楽しそうなことしてるみたいだね。理由は聞かないからさ、私もついてっていい？ねえねえ、いいでしょいいでしょ。はあ。
ったら、また後でね。なんとも、ややこしい展開だな。良いのではないかえ。デュランにも同じ年頃の喧嘩相手が必要じゃろうって。そうだな、少しでも息抜きになればそれに越したことはないからな。これが吉と出るか凶と出るか、良い方向に働いてくれるといいな。どうやら一足違いだったようだ。数刻前に町を出て行ったらしい。なあ、こんな無駄なことして何になるって言うんだ。僕は親父たちとは違う。好き好んでこんなことしなきゃならない理由はないんだ。自分の命を捨てろだって、そんなの冗談じゃない。私を恨んでいますか。いいですよ、好きなだけ恨みなさい。だからといってあなたの運命が変わるわけではありませんからね。なんだよそれ。僕は僕の好きなように生きる。あんたの勝手になんてさせない。では好きになさい。私たちも好きにしましょう。私が聞いた話では、彼女ハルピュイアは女性だったそうですが、ビブレスト山脈に向かったのは間違いないようです。彼女が向かった先も聞きましたが、人の足で終えるものではないということでした。でもなんとか頑張れば行けそうな道と、遠回りになるけど山に登れる道も教えてもらってきたよ。マルフィールの実のある場所は知らないけど、探せば見つけられるかもしれないって。町の人間に聞いてもハルピュイア以外マルフィールの実のありかを知る者はいないって言うだけだしな。なんとかあって話をしたいところだが。いつまでと明確にはしていなかった。一定の期限を設けているみたいだからな。人探しだけに時間をかけるわけにもいかぬぞ。これまで何事でも自分たちの力を頼みにここまでやってきたんだぞ。そりゃあ誰かの力を借りることもあったが、最後まで他人任せということはなかったはずだ。自分たちでマルフィールの実を探すことも一つの手か。無謀にもハルピュイアの後を追ってみるか、多少の危険覚悟で険しい道を進んでみるか、それともハルピュイアの力を借りずに自力で探してみるか、どうするデュラン。なんで僕に聞くんだ。なんだかんだ言ってもお前さん以外にリーダーは務まらないんでな。そうそう、私としては不本意だけど、いつまでもいじけてないでビシッと決めてみなって。なんだよそれ。どうなっても知らないからな。